はい、今とある地元のスーパーに来てます。で、この写真屋にあるこのパネル、これ誰かと思ったら永瀬智也ですよ。あの TOKIO の。相当昔だよねこれ。ここだけ時間が止まってるっていうね。面白いですよね。なぜここだけって感じ。